エドワード・エディ・ハーンは、イギリスのスポーツイベントプロモーター。ダゲナム出身。マッチルームスポーツ会長。プロフェッショナルダーツコーポレーション、マッチルームボクシング、マッチルームボクシング USA、マッチルームメディア、PGA ユーロプロツアーの会長も務める。父親のバリー・ハーンが創立した、マッチルームスポーツに2004年に入社。 PGA ユーロプロツアーの最高経営責任者に就任、ポーカーやオンラインポーカー部門の運営を担当した。その後、マッチルームスポーツ社長に就任し、スカイスポーツと2021年までの独占テレビ放送契約をまとめ上げるなどワ腕を発揮した。2021年4月20日、バリー・ハーンがマッチルームスポーツの会長を辞任し、 エディーが後を継いで会長に就任した。2017年11月からマッチルームスポーツ USA を設立してアメリカへ本格進出。2018年5月10日にはパフォームグループと8年間10億ドルの契約で合弁会社マッチルームボクシング USA を設立し、試合をストリーミング配信サービスダゾーンで独占配信することを発表した。 2021年6月3日、1994年から27年間にわたって契約していたスカイスポーツを離れ、ダゾーンとイギリスとアイルランドにおいての5年間の配信契約を交わした。なお、スター選手であるアンソニー・ジョシアは、この契約外でスカイスポーツに残留した。同じイギリスのボクシングプロモーターであるフランク・ウォーレンとは、 長年ライバル関係にあり互いに激しく争っている。ありがとうございます。